はい、こんにちは、まるさんです。まるさんのマガジンマガジンということで、雑誌を紹介している動画をアップしています。今日紹介する雑誌はどっちでしょうか。こっち、外こと、外ことの、ジュライ2021ナンバー257です。ウェルビーイング入門って書いてあるんだけど字読める？ウェルビーイング入門、ウェルビーイングっていう言葉自身は少し前から気にはしていました。まあ簡単に言うとね、こうハピネス、幸せ、まあ幸せという意味なんで、幸福という意味なんですよ。ウェルビーイング、まあウェルビーイング、よくあれみたいな感じですね。ビーイングだからね。で、よく幸福という言い方の中で、最近語られています。いわゆるハピネスというかね、幸せ、ハッピーっていうのがこう日々苦労、大変なこと、まあね、苦労しながら生きていく中でちょっとした幸せ感、例えば風呂上がりの一杯のビールとかね、仕事終わって今日お布団に入った時、あ、なんか幸せみたいなことがありますよね。そういうこう、まあ、ある意味刹那的なというと語弊がありますけども、一時的な幸せ感、幸福感に関してハッピーとか、まあ、ある意味ラッキーなんていうのもありますよね。まあ、そういったことに対してウェルビーイングっていうのはこう決して飛び抜けた幸せ感ではないんだけども、私の人生これでいいよねっていう、まあ、なんていう、まあ、自己肯定感って変だな、まあ、そういった生き方をしていきましょうというのがウェルビーイングです。で、この言葉について僕もちょっとずっと気にはしてきてました。で、この中ではそのウェルビーイングの、まあ、実例というのかな、こういう人たちがこんな実践をしてますよという紹介でございます。ただですね、なんていうのかな、これが決してウェルビーイングの正解ではないっていう、まあ、こういう生き方をしている人たちもいるよという紹介だというぐらいには捉えた方がいいと思いますね。それぞれの人たちがそれぞれ のライフスタイルの中で実践の中でやっていることなんですね。ある意味ね、僕ちょっと思ったんですけど、ウェルビーイングって決してね、毎日がこう笑顔で、毎日笑顔で過ごすとかね、毎日幸福感で過ごすっていうこととはちょっと違うのかなという気が実はしています。まあ、人間そんなね、ずっとポジティブなまんまでいられるわけなかなかないんで、ただなんていうのかな、それを思ったのはね、ヒロシさんのソロキャンプの動画なんて言ったらいいのかな、決してね笑顔じゃないんですよ。うん、なんかこう見るからに幸福感に満ち溢れた雰囲気はではないんだけども、それでもヒロシさんなりのなんて満足感というか充実感というか、そういったものがこうにじみ出てきますよね。あ、そういうのいいなって思うのは何かっていうと、こう幸せ感だけではなくて、自分としてこうよりよく生きるという姿かな、なんかそういったものを感じることがありますね。なのである意味ウェルビーイング、裏を返せば不平不満のない人生の過ごし方みたいな感じかなというのもあります。決して毎日ニコニコしてハッピーっていうのとはちょっと違っていて、その人生の充実度というか満足度というか、不平不満が特にない、ストレス、ある意味ストレスのない、生き方をしているというのがこれからのウェルビーイングになっていくのかなという感じがしています。いろんなのが人が取り組んでいます。面白いのはこのお寺ステイお寺の本堂でなかなかパソコン広げないかなという気はするんですけども、お寺の新しい使い方ですと面白いですね。これね、山梨県身延の宿坊、お医者さんの話も出ています。ある意味なんていうのかな、このウェルビーイングっていう言葉からこう自分の生き方とかね、見直してみるのはいいかなと思いますね。決してハッピーという、こうとっても幸福感いっぱいみたいなことではなくて、よくね、なんていうの、こう顧客満足度っていう言い方をしますよね。で、最近顧客だけではなくて会社経営などでは従業員満足度なんていうのもあります。そういう意味で言うと、僕たちは人生満足度っていうのが多分あると思うんですよね。まあ、本当に死に際と言いますかね、その時にああいい人生だったなと思って、まあ、あの世に行けるというか、息を引き取るというか、その人生満足度みたいなものがあって、そこに向かって生きていく。で、それは
死に際だけではなくてね、日々の暮らしの中でその自分自身の人生の満足度っていうのを高めていく、その辺がウェルビーイングの考え方になってくるのかなって感じがします。納得感とかね、満足度とか、不平不満、ストレス、ストレスがないっていうのもね、なんですけど、不平不満を言いながら生きるよりも、OK っていう感じで生きていくって感じですね。結構本の紹介もたくさんあります。面白いな、これ。ちょっと面白いな。ウェルビーイングを感じる本ということで、サスティナブルブックガイド。なるほど。いろんなキーワード出てきますよね。サスティナブルもそうだし、ウェルビーイングもそうだし。なんで、なかなかこれがね、日本語にできないっていう、こう、歯がゆさ、もどかしさみたいなものがあります。サスティナブルもね、持続可能なって言ってしまえば、もちろん日本語なんですけど、なんかそんな、ね、感じになっちゃうのっていう感じね、なっちゃうのっていう気がします。ウェルビングを感じる本、なかなかこれ面白いですね。いろんな本の紹介があります。本当にね、自分の趣味思考だけでは手に取らないような本が紹介されてるっていうのはとっても刺激的ですよね。あ、世の中にこんな本もあるのかっていう感じ。まあ、僕自身も図書館というところで仕事してますけど、なかなかね、出版されて全ての本に出会うってことはなかなかないんで、自分の図書館、ね、僕が関わってる図書館の本も面白いですけど、他の図書館に行ったりとか、書店に行ったりとかすると、まあ実に本当に刺激的ですわ、面白いですわ。いいね、これね。こういうブックガイドでなかなか楽しいですよね。そんなわけで、これラボットも出てます。うちのパチ君と同じラボットも出てますね。ロボットなんかもね、これから面白くなってきてますね。というわけで、外言です。昔はね、ロハスなんて言い方もしてた生活もあるんですが、まあ、このコロナ禍でいろんなこう自分の人生、ライフスタイル、仕事のあり方、まあ、テレワークとかね、ワーケールも含めてですけど、仕事のあり方も考え直していかなくちゃかなっていう時代になりました。ある意味なってしまいました。そんな中で、生き残っていくのは強い人だけではない。強い人が生き残るのではなく、変化に対応できる人が生き残るっていうことがよく言われています。生物の中でもね、その変化にいかに対応できるか。で、それも含めてですけど、このよりよく生きる、そうは言ってもよりよく生きるということを自分の人生の、なんていうの、こう、キーワードにしながらね、これから生きていく仕事をすると出会うなんていうのもいいのかなと思います。というわけで、一言、通関257号、ウェルビーイング、まあ入門ですね。ウェルビーイング入門。ただこれがだけが正解ではない。あなた自身のそれぞれのウェルビーイングな生き方があるかなと思います。そんなことを考えるきっかけになるかなと思ってますので、まあ、この外言、ウェルビーング、もしどこかで見かけたら、ちょっと手に取ってね、ページパラパラしてみるのも良いかと思います。それでは、雑誌の紹介、マージンでした。ではまた。